や、ふ、いさむたけしは、日本のラグビー選手。トップリーグヤマハ発動機ジュビロに所属する。京都成明きら高校では2年次に、花園、3年次には国体に出場した。高校では、バックスのポジションを、すべてこなしたことがある。お笑い芸人の藤本厚史と、孔道厚史は、高校の同期。当時、早稲田大学ラグビー集級部監督の清ーミア、が、 高校時代のヤトを見て、京都なり明の湯浅康政監督に、あいつにスクラムハーフをやらせてみてくれと言い、スクラムハーフでプレーしたところ、清宮監督が、早稲田に来たら、歴史に残るスクラムハーフになると思ったほど、印象的なプレイヤーだった。高校卒業後は、清宮監督との縁もあり、早稲田大学に進学。進学後は主に、スクラムハーフとして活躍。 高校時代にフルバック、早稲田大学でもセンターやスタンドオフをたまにこなし、バックスであればどこでもできるというすごく器用な選手である。3年生からスクラムハーフのレギュラーとなり、今までのスクラムハーフの概念を覆すような奇想天外なプレーをする。なお、ラグビー選手の今村雄太と、蘇我部義則と、須藤かしと、菅野友幸と、種本直人と、 モテギ・ハヤトは大学の同期。自らサイドを仕掛けたり、どこからでも突破していくので、フォローにつくのが大変だったと、元汗田キャプテンの佐々木隆道は語っている。2007年、ヤマハ発動機に入社。同年に行われるワールドカップの最終メンバーにも選ばれ、初戦のオーストラリア戦に試合出場を果たした。2015年、 ラグビーワールドカップ2015のバックアップメンバーに選出された。また、同年12月には、スーパーラグビーの日本チームサンウルブズの2016年、スコットに入った。ありがとうございます。